この球の高さといい、もう飛ぶ。あ、今のはネットだ。今ネットちょっとヒール今なんか、はい、行きますよ、うん、自信満々に行かないネット当たったこと見たことないけどいつまでこうテンション下げるももでもいやもうこんなチャンスないんだからさ、せっかくなんかエースドライバー変えてんだからさ、人の人50ヤード置いてったドライバー捨ててんだからさ。いい球だけどね、ランはありそうな球だよね。ああ、いや転がってネットいってないですねもうちょっと頑張ってくれよちょっと左目で狙います。そしたらえ風に乗せるように、そうそうそう右に出しちゃうともう1ヤードでも飛ばしたい考えは一緒だね。これは何、ちょっとヒール目、ちょっとヒール、ヒールじゃダメだろう。感じ的には右からだから小暮ハイドローを打っていかなきゃダメなんじゃない？じゃあリズムとタイミングよくシャフトのシナリオを利用して、うわいいドロップだけどな、早く落ちすぎだな。ほら2本目と3本目狙ってるんで、ネットキャリーが見たいんだよ、小暮の。ちょっと前に。ちょっともう一回見せて。なんかドライバーの高さがポンと出だしたな。ねじれないで。伸びるもん。これでネット行くの？はい、森の中、いやだから行き切ったんだよ。ああいう球はさ、小暮無理よレオぐらい触れないと。ちょっとなんか汚い球でもいいからネットまで転がしてくれよ。かもうコースじゃナイスフェアウェイって言われる球だよね。この寂しそうな背中を取っとくよ寂しそうな背中をアップで取っとくよ。これ本当にラストいきますよハイボール、勝ち上げが足んなかったのかなやってくれよ。あフォローまでがな、繋がってないもんな。あちょっと待ってください、ピンキャリ今のでこう、やっぱ勝ち上げ大事ですね。レオぐらい高く打っても、ちょっとレオンの球見ちゃってっからすげえおとなしく見えちゃう。お転がってけ、行ったでしょ今。あ転がってネット行った、行きましたよね、うん、勝ち上げだ。ネット今何ヤード？あネットの下は一緒です、283かな。あの勝ち上げだ、逆の練習してた、勝ち上げって聞かせる。フェードになっちゃってでもどうですか、250、260ぐらいキャリーまあ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 だけどね。まあまあレオぐらい触れたらもう球取り行くしかないよしかもフォローだしね、右からでもちょっとフェード系で超えてるから、これしょうがないって、体
体もないし筋肉もないしさ、年だしさ。なんかないか、なんかしてたね。ちょっと一回ドラゴンみたいに振ってくれ。やった？これやった？右出た。グリーンは越えるようになってましたね。今グリーンね。またトリッキーなこと言っちゃう。手を立ててなんで？あるんだよ。あのポイントがさ、先のってさ。それ何？ジアタス？はい。それはどこ上司なの？ダブル。ダブル？ダブルキック。ちょっと待ってください。先中って感じだ。だとさ、だいたいクラブが4回ぐらいしなくて1回のスイング食べまくってくる。なんでだろう、もっと飛ばはずなんですよ。こんな感じだった。全然転がってもいって。感触はありますよ。自分の感触は。感触はでしょ。じゃあもうやっぱりここではスプリンクル当たんないと50ヤードいかないんだよ。普段使わないスリクソンでいきますよ。いやボールでこの20ヤードはキャリー戦やろ。あのゲロンディで飛んでた時のあの感触はないんですよね。いやだって振れてないもん。あ、今のはちょっとあれだ、切り返しでシャフトしなった。あ、ついた。これが手ついた。何を取ってるんですか。え、いやだからレオとの距離の差を。もうちょっと横振りしんのかな。まあちょっと今日は触れてない日だねっていうことにしとくよ。かわいい球。いやこうでもここで転がっていったよ。285はいってるってことだよ。だから転がしトータル飛距離ね。本当転がしコースでの安定性と転がしがないと。でもピン抜いちゃってんだもん。かあ、もう打った瞬間にティー拾える球だけどね。と落ちやるんですよね。なんか一押し足んないな。フォローの振りが遅いもん。遅い。うん。このぐらい？いや今ので普通。相手振った程度なの。もうこう振った後に振り戻しがサッパパーンって戻すぐらい。バックシングで力あんま力使わないで。うん。揺さぶりと反動ゼロだもん。こないだの浜野のラウンドどれだけ揺さぶってたんだよ。揺さぶれてました。全然揺さぶってたお前。あっちの方がいいんじゃない。コースの方が。あ、まあコースの方、まあしかも俺だしね、見下ろせるしね。ドライバー負けることねえと思ってやってる。あとコース行ってからですよ。これは道具だったのゲロンディでもここだと飛ばないんだもん。いや飛ばないって言ったって飛んでたよ。すんげえいい球だけどね。これアマチュア受けする球だけどね。
全然あのでも怖さがないよね。ドライバーで人をこうビビらせるパワーあれはないよね。でもね安定性は出てきたやつだんだん。うん。本当だよ。でもあの出てこないよネットまで。おかしいな。もうちょっと手使っちゃおうかな。わあいい球、これはちょっとキャリー出たべ。少し出た。あ今もうちょっと。3ヤードぐらい出たかな。もうスイング見ないでください。いやスイング、球追っかけてんだから。何吠えてんだよアンディは。太陽に向かって吠えてんだあいつ。ちょっと待って、ホローですね。ホローが足んないですよね。うん。これじゃあ本当に気象線に常に30とかやられちゃう。そんな感じだよね。ピンよりは確実にいいんですよ。でもまあピンの方がいってると思うけどね。いやだからだってもう そもそもピン抜いてきちゃってんじゃん。どうしたの。だピンの方はフェーダーが打てないですよ。でもこれはフェーダーが打てるんですよ。こうやって、いやそれは技術で何とかしよう。で出る出ないピン。いやピンでもフェード打ってたじゃん、ぶっつけ飛ばないんだよ。まああのテイラー特有のこのインパクトの 音だけで脅かすやつね。欲しいな。確かに音はバグっていう音するもんね。だから飛ばし屋の本当の飛ばし屋が使ったら飛ぶんだろうね。串間さんのスプーン、うわ小暮ぐらいいってる。今下から打ったのに。すげえわ。やっぱポテンシャルが違うんだな。このクリーク作戦いいよね。でもね、いいと思います。いやいやいや、いい球。本当になんか曲がらない感じの球だよね。フォローだ。いやフォローっていうほどフォローじゃない。あ、まあちょっとフォローになったか。右からフォロー。まあ、ちょっとあれか、もう乳酸溜まっちゃってんだ。ラストお願いします。もう死ぬほど、ちょっとプッシュアウトするぐらい振ってくれよ。ナイスオンで終わっとこ。なんでプッシュアウトするぐらいって言ったんですか。ヒール食っちゃったじゃないですか。いや普通プッシュアウトだったらヒールはないんだよ。なんでこうやって遅れて最後にヘッドこうやって来るんだから。じゃあ急スイング。急スイングね。急スイング急スイング大事だよ。急スイング大事です。いきますよ。うん、急っていうのはオールドスイングって言え。そういうこと、古いスイング。だって古い時の方が飛んでたの。いやそれは体が若かったからでしょうよ。いや本当急スイングいきますよ。うん、ちょっとオープンさせ気味にして。
頑張ってるけど球筋一緒だな。え、だってグリーンを越えますよこれ。いや、ピンぐらい。いやいや、今だって下でしょ。うん、あのピンの並びの低いとこ。ちょっとね、ババアドソンみたいにちょっとこういうちょっとオープンスタンスで、ちょっと意外にスタンス意外に狭くて狭くて、うわ、ちょっとドロップしすぎたな。ハイキーでやってほしい。うん、だから急スイング。あのドロップが打てるんだったらもうちょっとロフトあるのでドロップ打ったら飛ぶのにさ人の言うこと聞かねえからさ。今の感じダスティン・ジョンソン12度なの知ってる？え、ドライバーですか？ダスティン・ジョンソン。頑張った。あ、グリーン奥め。そっちも飛んでんじゃん。急スイングいいでしょ。急スイング。本当に僕ちょっと意外にセッサ狭くして、ちょっとオープンで小手先、超小手先。これのがドロップしてるからネットまで行ってるよ必ず。やっぱ急スイングですか。急スイングだなこれ。いや急って言うね、オールドスイングって言えよ。いやニュースイングに対して急スイング。そうそうそう、ニューに対して急って言ってる。ニューに対してオールドだろうよ。じゃ本当に最近いきますよ。オープン3先目で小手先、で手で打つ。それが一番あの体使えていい動きだもん。手が走って、ほら一番キャリーしてるよ。一番キャリーしてる。275ぐらいキャリーしてるよ今。もう一発いいですか？うん。でその感じで満振りしてくれよ。今してるんですよ。もう満振り。え、してんの？かお前もう振れなくなったな。レオのスプーンと一緒ぐらいだと思うよ多分。うわ、やばい、レオのスプーンに曲げてるかも、真ん中。あ、グリーン。急スイングで満振り。あら、でもちょっと頑張ってるよ。惜しいよ、でもグリーンは超えたよ今。超えてるよ。270はキャリーしてるよ。もうオールドスイングでいいよ。キュキュスイング。オールドスイングで行ってくれよ。やっぱ見た目じゃないんですね。でも右から右後ろからちょっとボール左足に置いて7番ウッドのように。うん、ワンバンじゃないですか今の。ワンバンだね。今の絶対ワンバン。ワンバンじゃない。ワンバンじゃない。何それ。全然違う。今あの深いところに落ちてポンポンポンって出てきただけ。ネットまでも行ってない。見えちゃうんだよこれ。iPhone12。iPhone12 見えちゃうんだよ。なんでそんな高性能になっちゃったの。気分だけでもねえよ。そうなんです。今もうイメージ良くて終わりにしようかなと。グリーン、グリーンエッジベチョ。ちょっと待って、7番ウッドの時はこういう風にやる。もう皆さん取んない。まあいいや、もう